選手権試合30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者白い天使輝きを放ち始めた17歳チャレンジャー優香です。続きまして選手権保持者広島県世羅町出身セラー10年目の到達点その先を見せるかチャンピオン世羅理沙です。IC クロスインフィニティ選手権キャリア3年半の世羅とキャリア2年4ヶ月の優香のタイトルマッチメインイベントです。今日の解説は鈴木健さんです。健さん、はい、これからのアイスを引っ張っていく2人ですよね。そうですね、まあ、10年間の歩みのという過去はね、はい、もうこの一つ前、おっと早くもおっとスクールガール、うわ危なかったですね。のっけからこの世羅からホールガチを奪ったスクールガールを送り出していきます。ここはセラが読んでいる。今最初狙ってましたね。狙ってましたね、まあ、本当ね先ほどのセミファイナルでもう過去とのね、はい、一区切りはついたわけですから、この名イベントは本当ねここから先を、ね、予感させるもの、はい、予見させるものを、見せてほしいですよね。先ほどのセミファイナルがアイスリボンの過去との戦いであるとすれば、このメインは未来への戦いです。まあ、この2人は考えてみると、はい、その先ほど出た桜井を知らない世代ですよね。知らない世代ですよね。世羅選手が4年目、そして優香選手が3年目ですが、はい、その2人にねこの大事な大事な、横浜分隊のメインをね託したわけですからね、団体としてね。もう時は進んでいます。こういった新しい力がどんどん新しい景色を作っています。まあ、後楽園のメインのシングルでさえもほぼ経験ないでしょうね。2人は立ってないですね。それが後楽園ホールを飛び越えてこの横浜分隊のメインというね、こういうのってやっぱりその引きの強さだと思うんですよね。もちろんその努力もありますし、ね、いろんなものの、その巡り合わせもあるとしても、やっぱりなんかこの場に立ってる2人っていうのはそういったなんかものがあると思うんですよね。それはやっぱりレスラーにとってのやっぱパワーですからね、力ですからね、はい。まあそういった見えない何かに導かれてこの連帯のリングで向き合いましたセラと優香であります。リバースのカンパーナ、まあ、そしてセラも本当にチャンピオンらしくなったと言いますか、顔つきも変わりましたよね。そうですね、まあ、3月にねその初めてその ICE のベルトを巻いて、はい、まだちょっと本人的にはそのあまり実感が湧いてないってことをこの分隊前は言ってたんですけども、はい、けどこの分隊のね大きな会場にベルトを巻いてね、はい、入場してきたら、うん、もうそれね実感はで自分もつかめてると思うんですよね、はい。24歳のセラは3月に星春子に勝ちまして IC クロスインフィニティ初体感、団体のトップに立ちました。これが初防衛戦です。優香がトップロープ、場外へ空中弾プランチャー。対するこちら優香はすごい勢いで上り詰めています。17歳ですが本当に怖いもの知らずの度胸がありますよね。そうですね、まあ、本当横浜分隊が発表されてね、はい、その後もう自分の方から分隊のメインに立つのは私だと言い続けてきましたから ね本当にその通りになったという、まさに言霊でね発言させてしまったわけですが、はい、まあ、そういう何かを本当に優香は持ってそうな感じがしますよね。それもね、いろんなその